そりゃやばいでしょう。内科医松本の DNA ダイエット&ライフスタイル、遺伝子に沿った食事と生活にようこそ。今日は皆さんが食べている牛肉の目が点になるお話です。菜食主義の人にはお叱りを受けそうですが、私はお肉が好きです。でもお肉もいろいろですよね。2012年から日本では牛生レバーは法律で禁止されてしまいましたね。好きな人にはさぞ残念だったことでしょう。これは2011年に牛レバ刺しで食中毒が起きて亡くなった方がおられたのがきっかけです。この時は店の衛生管理が悪いということで、そのお店はその後消滅しました。ところで腸の中には細菌がいっぱいいますから、それがレバーの表面にくっついてしまうことはあるでしょうが、そもそも肝臓って細菌のいない臓器なんです。でちょっと調べてみたら、濃厚飼料による多頭飼育が普及した1960年頃から病原性大腸菌やキャンピロバクターという細菌が増えてきているんですね。細菌が肝臓の内部に住み着いているのです。濃厚飼料を与えると子牛に肝膿瘍が多発しているという畜産農家の方の悩みがブログに載っていました。出荷した子牛の 10% に肝膿瘍があるのはザラで、ひどい時には半分近くに肝膿瘍があるとの報告もありました。肝膿瘍って人に起きたら大熱が出て、ひどい時は肝臓にブスッと針を刺して膿を出さないといけないようなこともあるひどい病気です。牛の場合は症状がなくて分かりにくく、出荷して解体されて初めて分かるようです。それにしてもそんなひどい病気が子牛に蔓延しているのかってめちゃくちゃ驚きました。もちろんレバーは捨てられますが、肉は出荷されるのです。そんな子牛を食べて大丈夫かしら。で先ほど出てきた濃厚飼料、濃厚飼料って近代的な畜産方法で使われる穀類やタンパク質が多い餌なんです。原料は穀類、豆類、油かすや魚の粉などで、長期保存、大量輸送、パイプラインで餌をやれる便利な餌なのです。この餌だと短期間で大きく育って牛乳も大量に絞れるのです。でも牛って草食では？だから病気になるんですね。そういえば松阪牛はビールを飲ましますし、大丈夫ですかね。そして多頭飼育とは狭いところでいっぱい飼うことです。ちなみに写真は子供と一緒にアメリカの農場に見学に行った時のものですが、狭い牛舎で大勢の牛くんたちがガン首を並べて餌を食べていました。日本の農場の写真も見ましたが、こんなに大規模ではありませんが風景は似ていました。全国の畜産農家の皆様、できれば牛にも遺伝子に沿った餌をやってくださいませ。 DNA ダイエット&ライフスタイルでは、遺伝子に沿った食事と生活でいついつまでも元気はつらつに生きることを推進しています。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方はオレンジのところをクリックするとできます。パソコン以外の方は下の欄からお願いします。メルマガ登録もどうぞ。メルマガ登録をしていただくと本のダイジェスト版をプレゼントします。下の欄からできます。今日も最後までありがとうございました。